川越駅東口、クレアモールクレアモールは、埼玉県川越市は北町から新富町にかけて、広がる、商店街の総称。東武東上本線、川越線の川越駅からほぼ真北2200メートルとなる。クレアモールは、川越新富町商店街と、川越三道土商店街の統一名称であるが、両商店街は別組織である。 マルヒロ百貨店川越店もこの通り沿いにある。クレアモールの名称の由来は、英単語のクリエイトとモールの混成語である。川越の商業の中心は、川越一番街など旧市街地にあったが、1964年にマルヒロ百貨店が本店をこの通りに移し、急速に川越の商業の中心となっていった。現在では、 特に、川越駅から西部新宿線本川越駅までは、福音の狭い中に商店がひしめき、若者向けの店舗が集積することで、原宿竹下通りのような様相を呈している。昼過ぎから夕方の時間帯にかけて歩行者店を区化したことで、地元近郊の少年、高校生、年配の買い物客、観光客などが大勢へ行き交っており、自転車ですら、 通行困難な状況となっている。深夜の時間帯も含めて1日中人通りが与えず、平日、休日ともに商店街の通行量は埼玉県内で1位となっている。クリスマスイルミネーションやクリスマスチャリティーライブにも力を入れている。ありがとうございます。